どうかしたんですか。橋野さん。はい。私あなたのこと好きだって言いました。だけどだからってすぐ結婚っていう気持ちになれないんです。前にすごく好きな人がいました。とっても幸せな気持ちで教会で彼が来るのを待ってました。好きになってとても好きになってそれでまた失うの怖いの怖いんですねえ怖いの怖い。僕は死にません。